チャッキー王子の大会獣映画、ガメラ対大魔獣ジャイガーでございます。はい。まだ見てない方、これから見る方はブラウザーバックをお勧すすめします。はい。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうかおやすみなさい。え今、ー、夜なんでね、えー、おやすみなさいから始まっておはようございます。こんにちは、こんばんは。いってらっしゃい。えー、チャッキー王子です。今日ご紹介する映画は、えー、 カメラ対大魔獣ジャイガーですね。1970年に起こった、えー、大阪エキスポを舞台にした、えー、大怪獣映画です。久々の街の破壊シーンもあって豪華になりますね。えっ、ー、と、昭和カメラで一番カメラをいじめたという怪獣で有名なジャイガーです。はい。えー、まあ、イースター島っていう島の悪魔の笛を抜いたところによって蘇った えー、ジャイガー。はい。えー、そこにガメラがやってきて、えっ、ー、と、足をですね、えっ、ー、と、剣みたいなので突き刺されて飛ぶことができなくなってしまいました。ほんで、悪魔の笛を追って、えー、ジャイガーは日本の万博にやってきます。はい。で、なんとか足のね、棘を抜いたガメラは飛行して日本にやってくるんですけども、あの、ジャイガーに卵が生まれてしまって、半透明になってしまいます。 はい。で、少年たちはミニ潜水艦でガメラの体内に入って、えー、ガメラ、ジャイガーの幼虫を退,退治して、ガメラは復活して、最後の戦いになるという話なんですけども、まあ、楽しかったですね。はい。あのー、まあ、マグチーム光線っていう恐ろしい光線があって、半径何キロを焼き尽くす光線とかを持ってまして、はい。えー、 万博も太陽の塔を舞台にしてね、すごく迫力ある映像が繰り広げられまして。え実際は69年に作られたのかな万博の前の年かなはい。えっ、ー、と、非常に貴重な映像資料としてもちゃんとなってます。はい。えー、オープニングのガメラマーチも素晴らしいですし、ガメラのレントゲン写真も出てきます。どうやって撮ったのかわからないですけども。はい。 ええと、非常に貴重な作品だと思いますので、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。もうすぐ大阪万博なので、はい。その前に見といておいた方がいいと思います。茶教授でした。チャンネル登録よろしくね。